配信の限界かもしれないし、でも本当だったら、本当だったら、あのアメリカ製兵器の爆買いなんかの問題にも切り込まないと、うん、それもしないよね。そうすると、まあ、維新は結局二枚舌政党だと。ああ、そうね。あの、なんか、ちっちゃい世間受けしそうなパフォーマンス目当ての文通費100万円とか、うん、まあ、身を切る改革だ、頑張ってるだ、俺たちは、みたいなことの、パフォーマンスやってる感、演出はしても、本当に税金の無駄になってる、莫大な。うん、辺野古を埋め立てとかですね、うん、米国製兵器爆買いについては全く触れないだったら、まあ、そうね、本質的なところには触れ、今までも触れてきたことはないと思いますし、最終的に大阪維新がやろうとしている万博にしたってカジノにしたって、結局そういう何無駄遣いだったり新自由主義と決別したり、アメリカと対立したりってことはないわけですから、野党ではないし、与党どころか第二自民党、高派、安倍派みたいな存在になっていると。第二安倍派とかね。